新シリーズ開幕でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何を分かって何を勉強するコーナーなんでしょうか。これからはですね、やはり今度は皆さんに今まで冷蔵庫シリーズなんだいろいろやってきましたけれども、選手たちの特徴を言語化してみようという。なるほど、言語化シリーズということですね。もう表が出てますけど、これ懐かしいと言いますか、本当にお世話になっております。見る若くかくあるべしというね、このような表になっておりますけれども、ただですね、さまざまな面で初めて見たという方がね、この動画をきっとたくさんいらっしゃると思うので、今日の説明からいきましょう。今回はですね、 J リーグの皆さんのね、各選手の特殊能力ってことをお伝えしていきたいんですが、これはあくまで表の見方講座の動画となっておりますので、僕の大好きなとってなもホットスパーさんにちょっとご協力いただこうと。プレミアリーグのね、実際やっていくのは J リーグのチームを各チームごとにやっていくよってことなんですね。実は J1 だけじゃなくて、いやーすごい、フランクフルト、アヤックス、おおその辺もみたいなね、ポイントポイントでやっていただけるということになっております。まずは表の見方、そしてこの色が何なのってところからいこうと思います。まず左側のこのスタメンの表をご覧ください。まずこのウーゴ・ロリスとなっているところ、彼はですねゴールキーパーなんですね。ということでゴールキーパーがこの赤、ピンクですね。そしてセンターバックできる選手が青、サイドバックできる選手が水色、そしてボランチ守備的ミッドフィルダーできる選手がオレンジ、そして、オフェンシブミッドフィルダーできるのが黄色、でウインガーの選手が黄緑で、センターフォワードできる選手が緑となっております。この2色ついてる、微妙な際に皆さん気づいていただけますでしょうかね。これは器用な選手ということになりますね。どっちもできるよということになっております。これはあれですよね、ゲームのサッカーつくサカツクですね。リスペクトシステムとね、サカツク&パワープロをリスペクトしているシステムとなっております。視覚的に飛び込んできやすいね、色彩で表現してございます。そして J リーグ編ではちょっと省くかと思いますが、右側のこの表を見ていただいた時の選手の左にあるこの国旗、こちらはですねその選手たちの所属というか生まれのね国籍となっております。なんでハリー・ケイン選手だったらイングランド、ソン・フンミン選手だったら韓国、アルデル・バイレルト選手だったらベルギーとなっております。でその今度は右側見ていただいたらなんですけど、なんかこれは今までにちょっとなかったようなものが、選手名の右側ですね、エースストライカーとか司令塔、ハイタワー、ダイナモ、クロスター、ウォール、おー、なんなのこれ、なんですかこれは、なってると思うんですが、異名のようなね。そうです、こちらこの黄緑で書いてあるところが、その選手の資質、特徴、こういう役回りなんだよっていう。いいですね。でこちらも同じようにサカツクリスペクトシステムですね。なるほどなるほど。僕の言葉いろいろなんだろう、データベース僕の中で持ってるものがあるんですけど、そこでは本当は違う用語使ってるのもあったんですけど、そんな自分の言葉ばっかり出しててもなかなか伝わらないかなと思ったので、いわゆるサカツクでね使われる際とか FIFA のウイレで使われる際にもちょっと使ってほしいなと思ったので、一応この今回はサカツクリスペクトシステムでやらせていただきました。そして今度右側、さらにその右側に黄色、水色もしくは赤でなんか書いてあるものがあると思います。こちらがですね、今度は基本的にはパワサカリスペクトシステムになっておりますの、それぞれの選手の一応上位のものを抜粋で2つ持ってきたって感じですが、特殊能力となっております。なるほど。これは1人2個ずつってことですね。大体ね、大体でちょっと用意しておきますけれども。で黄色と青の違いとか赤の違いは、青さすがにいきますね。まずは青と赤が多くなると思うので、こちらからご説明します。青というのがプラスの特殊能力となっております。なので例えば上から2人目ですね、ジョレンテ選手だったら空中戦丸となっているので、しかもその左にはハイタワーと書いてあることから、あ、なるほどね、身長高いからそういう前線の起点になるような選手で、その空中戦にも強い選手なんだなということが分かっていただける。飛び込んでまいりますよ先生。そういうことでございます。そして例えば今度はボランチライン、武蔵底選手なんてのはダイナモ、いわゆる中盤です。いわゆる運動量のね激しい選手だと思っていただければ。でドリブルが丸で危機意識20ということは、攻撃時にはドリブルで持ち運ぶことも多い選手で、危機意識、いわゆるあいつら対する選手たち、いわゆる敵チームが攻めてくるよってなったら、やばいここ塞がなきゃっていうところに丸じゃなく、しかも20なので超強いってことが分かるわけですね。当選簿の名人ってことですね。そういうことでございます。対して例えばこのチームであれば、はい、オーリエ選手そしてフォイス選手についてますが、この赤のマーク、はい、ここがマイナスの特殊能力とマイナスの特殊能力なります、はい、なのでこの選手ともに、うん、例えば今回だったら、集中力三角となっておりますが、試合内で集中力に欠ける瞬間があるよってことがデータで分かるんですね。そう通じに出てると、はい、この、それぞれの特殊能力なんですが、僕が持っている、各リーグの、データベースがありますので、各ね本当細かいのあるんですよ、パスだけじゃなくてインターセプトがなんやらかんやらとか指標がいっぱいあるわけ。そうアタッキングサードへのパスがどうたらこうたらとかたくさん100項目くらいあったりするけど、もうちょいあるかな、そこからいろんなものを組み合わせて僕2年ぐらいかけて作ってたんですよもともと。そこをパワーサカ版でちょっと合わせてみて、でパワーサカだけでちょっとないものに関してはとか、パワーサカと固有のものがありすぎるので、そこだけちょっとチラチラっとこう変えて作っておりますと。見やすくね、理解しやすくパッと目に飛び込んでくるから、先生がまとめてくれたシートということですね。でさらにその中で、その青の特殊能力よりも強いやつは黄色で表してます。なるほど、そういうことなんですね。超特殊能力ですね。なるほどなるほど。はい。おお。ハリー・ケイン、野生の嗅覚。でエアマスターということで、これはもうイングランド代表、そしてトッテナムで相当だから頭とかだったりだとか空中戦からの得点が多いんじゃないかとか。あとはソン・フンミン選手なんてのは2017、18シーズンにおいては世界で最も出場した選手なんですよ。試合に出た、はい、っていうところからの超回復だったりだとか、ちょっとねワールドカップ終わった後で今度アジア大会に出て徴兵制も回避するような優勝を見せての強心臓だったりなんかっていうのもつけております。なるほど、はい、非常に分かりやすい。でできるだけ出場試合数の多い上位トップ20の選手に関しては各チーム出していこうかなと思っておりますので、こちらをご覧いただきながら各チームいろいろ楽しんでいただけたらなと思います。このように表を楽しんでいただきながらいろんなサッカーへの理解、各リーグの各選手、サッカーをもっと面白くするために見るためにというね、そうですね、シリーズが始まると、はい、だから逆に言えば、ここにこう上がってくる選手たちの中で、例えばない特殊能力を持った選手なんてのは、あれもしかしてこのチーム来年そういう選手を取りにかかるのではなんてことも分かってくるということで、次のねシーズンの移籍動向シリーズにも今までやってきた冷蔵庫、移籍、戦力戦術分析シリーズ、そしてレビュープレビュー、ここら辺とも絡んでくる、がっちり絡んでくる新シリーズになっておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。わかりました。楽しみです。どんどんわかりやすくなっていきます。この皆さん、アカデミー佐藤先生のシートにご注目くださいということで、それではそれぞれの講義に戻っていただいてね、はい、見ていただきましょうということで、さあ、今日の見方お送りしました。はい、ありがとうございました。